ここだけではないんです。一般的にはここだけなんですけど、その挟まった瞬間に上刃、装チェーンの上刃ですね、こう回転してるわけです。こっち方向に。それが下向き作業の時にこう高速で回転してるのに、ここがのところに木に挟まってしまった時に、これが抜ける瞬間だった時に、ここで反発でポンとこっちに飛んでっちゃうんですね。それによって、足に当たってしまうっていう事故が多いんです。なので一般的に知られてるキックバックポイントはここですけど、ここの上刃が木から抜ける瞬間に木が挟まってしまうと飛んでってしまうんですね。そして、チェーンソーを使い始めればすぐ体感すると思うんですけど、木に挟まれます、チェーンソーが。で、そのね、木に挟まる理由っていうのを